チリユキエこの写真は、彼女が死去する2ヶ月前、1922年7月に、滞在先の東京の近代一京介の自宅庭で、撮影された。チリユキエ6月8日から1922年9月18日は、北海道登別市出身のアイヌ女性。19年という、短い生涯ではあったが、その著書、アイヌ信用集の出版が、 絶滅の危機に追い込まれていたアイヌ伝統文化の復権復活へ重大な転機をもたらしたことで知られる。生誕100年を迎える2003年頃からマスコミや各地のセミナー等でその際評価の声が高まり、またユキエへの感謝から地理キエ記念館の建設運動が活発化した。2008年10月には NHK のその時歴史が動いたでユキエが詳細に取り上げられ、 インターネット書店アマゾンの本のベストセラートップ10に愛の信用集が入った。また、愛の信用集は英語、フランス語、ロシア語、エスペラントにも翻訳されており、2006年1月にはフランス人サッカルクレジオがそのフランス語版の出版報告に雪き江の墓を訪れている。なお、弟に言語学者でアイヌ初の北海道大学教授となった。 チリ・マシホがおり、雪絵のアイヌ信用集の出版以降、大正末期から昭和にかけて、新聞、雑誌などからはこの指定を世俗的表現ながらも、アイヌの天才指定と評された。他の弟のチリ・タカオも、教師を務めながら、アイヌ語の語彙研究に従事した。1903年6月8日、北海道幌別郡で、父、タカヨシと母、 波の間に生まれた。6歳で近文古丹のおばかんなり松のもとに引き取られて、尋常小学校に通学した。最初は和人の子供と同じ学校だが、アイヌのみの学校設置がされて、学業優等でアイヌの尋常小学校を卒業した。旭川で実業学校にまで進学している。 アイヌ語も日本語も堪能で、アイヌの子女で初めて、北海道町立の女学校に受験するが、不合格になった。優秀なのになぜ、クリスチャンだから不合格となったのではという噂が、街中に飛び交った。雪絵の祖母、もなしの奥は、ユーカラクル、すなわちアイヌの交渉の女持し、カムユーカラの歌いでであった。カムユーカラは、文字を持たなかったアイヌにとって、その価値観、 道徳観、伝統文化等を子孫に継承していく上で重要なものであり、雪絵はこのカムイユからを身近に聞くことができる環境で育った。雪絵の生まれた頃は、ロシアによる領土侵略を防ぐため、明治政府が北海道を開拓し始めてから30年以上が経っていた。この雪絵の家を、言語学者の近代地京介が訪れたのは、雪絵が15歳の時であった。 金代地の目的は、アイヌの伝統文化を記録することであった。雪恵は、金代地が雪恵の祖母たちから、アイヌ伝統のカムユカラを熱心に聞き記録に取る、姿を見て、金代地のアイヌ伝統文化への尊敬の念、カムユカラ研究への熱意を感じた。雪恵は、カムユカラを、アイヌ語から、日本語に翻訳する作業を始めた。やがて、カムユカラを、 文字にして後世に残そうという近代地からの要請を受け、東京、本郷の近代地宅に目を寄せて翻訳作業を続けた。雪江は重度の心臓病を患っていたが翻訳、編集、遂行作業を続けた。アイヌ新用集は1922年9月18日に完成した。しかしその日の夜、心臓発作のため死去。19歳没。 雪絵が完成させたアイヌ信用集は翌1923年8月10日に柳田国夫の編集による露編奏書の一冊として郷土研究者から出版された。明治時代以前アイヌ民族は農業、狩猟、漁業で自然と共存した平和で穏やかな生活を享受してきた。また川で取った酒などアイヌの特産物で北はカラフトを通じて ロシアと東は千島列島を通ってカムチャツカ半島の先住民イテリメン人と広範囲に交易も行っていた。アイヌ民族は文字を持たない民族ながらカラフト、北海道、千島列島を中心に一大文化圏を築いていた。しかし19世紀に入り、アイヌの平和を脅かす存在となったのがロシアと日本であった。南下して領土拡張をしたいロシア、それに、 危機感を覚え、樺太、北海道、千島など、北方の島を一刻も早く自国領土にしたい日本。それまで、両者ともあまり意識しなかった、この地域における国境線の概念を強く意識せざるを得なくなった19世紀、先手を打ったのが日本だった。明治政府は、ロシアの領土拡張の脅威だけでなく、鉱物資源なども求めて、 本格的に日本人を北海道に進出させて日本の領土拡張を積極的に行った。このことがアイヌ人の平和で穏やかな生活を一変させた。19世紀の列強の国々が領土拡張の際に先住民族に対して取った政策、すなわち先住民の自然消滅という手法を明治政府も強力に実行に移していった。明治政府は 1899年に制定した北海道旧土人保護法により、アイヌ人保護を行った。しかし、これを口実であって、日本人への同化すなわち、アイヌ民族の自然消滅を進めたと解釈するものもある。この法律に記されている内容は、農業に従事したいアイヌに対する土地の無償付与、貧困者への農具の給付や、薬価の給付、 また貧困者の指定への授業料の給付等である。これにより、アイヌ民族の生活は、明治時代以前の平和で穏やかな生活から一変して、悲惨のものへと変わった。とりわけ、アイヌの人々にとって、外からやってきた明治政府に土地を没収され、その没収された土地が、外からやってきた開拓民に安価で払い下げられる様子は、 精神的にアイヌの人々を絶望させた。また、明治政府に土地や漁業権、資料権など生活基盤を政策的に集奪されたことで、アイヌ人は経済的にとどめを刺され、極貧へと追い込まれた。当時、座して死を待つばかり、戸まで形容されたアイヌ民族、アイヌ伝統文化は消滅の危機に瀕していた。 明治時代に入り絶滅の危機に瀕していたアイヌ文化、アイヌ民族に自信と光を与え、重大な復権、復活の転機となったユキエのアイヌ信用集の出版は、当時新聞にも大きく取り上げられ、多くの人が、地ユキエを、そしてアイヌの伝統、文化、言語、風習を知ることとなった。またユキエが、以前、近代地から悟され、 目覚めたように多くのアイヌ人に自信と誇りを与えた。雪江の弟、シリマシホは、言語学、アイヌ語学の分野で業績を上げ、アイヌ人初の北海道大学教授となった。また歌人として活躍した、アイヌ人、森竹武,武一、伊星北らも、シリマシホと同様、公に、アイヌ人の社会的地位向上を訴えるようになった。 雪絵はまさに事態を改善する重要なきっかけをもたらした。雪絵のアイヌ信用集により、アイヌ人にとって身近な動物の神々がアイヌ人の日々の幸せを願って物語るカムイユからが文字としてついに後世に残された。文字を持たないアイヌ民族にとって画期的な業績であった。かつて雪絵が祖母から歌ってもらったように母親が 読み聞かせ子供が容易に理解できるほどに平易な文章で綴られた13編からなる物語。アイヌ語から日本語に翻訳されたその文章には、雪絵のアイヌ語、日本語双方を深く自在に操る非凡な才能が遺憾なく発揮されている。また、文字を持たないアイヌ語の原文を日本人が誰でも気軽に口に出して読めるようにその音をローマ字で表し、 日本語訳と併記している。1990年6月には、地理雪恵記念文学碑が、雪恵が、おばの館なり待祖母のもなしの奥と共に過ごした朝日川近ぷにの朝日川市立北門中学校の校内に、市民の募金により立てられ、毎年、雪恵の戸籍上の誕生日である6月8日に近ぷに、のアイヌの人々の主催で生誕祭が行われている。また、 生誕地の上り別では2000年より、毎年、雪江の命日である9月18日の前の連休頃に、チリムツミを中心とする特定非営利活動法人、チリ森リ社によって、雪江や雪江が命をかけて残した、カムユーカラを中心とする、アイヌ文化などについて考えるイベントが開かれている。2002年には、池澤夏樹が代表となり、記念館の建設募金委員会が発足。 募金運動が行われた結果、2010年9月に、地理行恵銀の雫記念館が開館した。ありがとうございます。